猿岩駅は岐阜県大垣市南市橋町にある、西濃鉄道市橋線の貨物駅である。市橋線は、美濃赤坂駅、市橋駅間の路線であったが、2006年3月31日に、当駅、市橋駅間が廃止されて、以降は、当駅が市橋線の終着駅になっている。当駅は、タンク車による、 大垣市内の二村化学向けの二流化炭素の着液となっていたが2008年頃に運用終了している。ただし、二0運賃を取るための名義上のものに過ぎず、当駅へタンク車は入線しなかった。実際には、石灰石発破車に並結されたタンク車で、美濃赤坂駅へ到着し、そこからタンクローリン車で運ばれていた。すなわち、 美の赤坂猿岩間は代行輸送だったことになる。さらに、市橋駅側の河合石灰工業からの石灰石発送は2003年までに終了している。こちらの積み込み設備は残存する。貨物駅としての機能はほとんどないと言える。側線と本線との分岐ポイントがあり、機関車の折り返しの機能のみである。そのため、駅というよりは信号場としての存在である。 かつては本線と2本の側線があり、2000年頃まで清水工業からドロマイトが積み込まれていた。積み込み設備は現存せず、線路は取り払われている。当駅より先には市橋駅があったが2006年に廃止された。ありがとうございます。